茨城県道178号常磐公園線、起点、快楽園おなり門前終点、歴史館交差点付近茨城県道178号常磐公園線は、茨城県水戸市内を通る県道で、快楽園へ接続する観光地連絡道路である。快楽園の北に位置する、快楽園おなり門から、茨城県道30号水戸岩間線まで結ぶ、住宅街中心を通る直線道路である。 路線名にある、常磐公園とは、快楽園公園を指す。1959年10月14日、新たな県道として、三戸市常磐町公園入り口を起点とし、県道三戸岩間線公店を終点とする区間を、本路線とする県道常磐公園線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号178となり、現在に至る。 海楽園おなり門通りの標識福音は1車線と狭いが赤い石畳町の片側歩道が整備された街路が特徴となっている。車両通行は歴史館交差点側から海楽園へ向かう一方通行となっており路線バスマイクロバスを除く大型車は通行禁止の通行規制となっている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間、ありがとうございます。